ほなみか、例の件だな。はい、好きなんでしょうか。嫌いならこんな条件はつけないぜ。はい、必ず連絡します。覚悟決めたはずなのにな。この上位3名から3位は串崎京介。平田が2位。僕らもちょっとびっくりだよ。平田が2位って1位は誰だよ。賞賛票1位は綾小路清隆。お前だ。はっ、まあ、ないんですか。いや、間違いない。あなた何をしたの。お前は善人になったんだ。何のことだ。とぼけんじゃねえ。どうしたのは、お前を慕う連中だ。遊園の退学は変えられない。そこをなんとかならねえのかよ。俺に助言できることがあるとすれば、龍炎のプライベートポイントを。これは生優しい試験じゃない。お前たちに覚悟はあるか。と回収したわ。龍炎はいくら持ってた。500万ちょっと。え、マジ。こんばんは。私が B クラスのみんなに呼びかけて賞賛票を龍炎くんに入れてもらう。 B クラスから退学者は出ず、D クラスには龍炎が残る。バカよね。え、必死で貯めたポイント心にしまうこともできたのに。龍炎くんのために使うんだから。変な借り作ったまま終わるのが気に入らないだけ。石崎と伊吹に救われたってわけか。